はい、こんにちは。今回は世界チャンピオン以上に絶大なる人気を誇った3名の日本王者を紹介いたします。去年の2月に4ヶ月前の試合でマーク堀越を逆転 KO で下し、日本スーパーバンタム級王座を奪取した高橋尚人選手は、大国王者ノリ・ジョッキー・ジムと相まみえました。高橋選手は前のマーク堀越戦でもダウンを喫し、3ラウンドから意識のないまま戦っていたのですが、この試合でも早くもダウンを奪われ、劣勢に立たされました。劣勢に立っても、高橋選手には、鋭くキレのあるパンチと、伝家の宝刀、カウンターを持っており、この試合もカウンターの左フックから、形勢を逆転させました。本来はアウトボクサーだった高橋選手は、倒し合いを振るボクサーに変貌し、3ラウンドに倒しきりました。高橋選手は逆転 KO の次の試合で、日本スーパーバンタム級王座の防衛戦で内越選手と戦いました。この試合は高橋選手の人気から後楽園ホールでの最多観客動員記録となりました。そして試合は高橋選手が強烈な右カウンターからラッシュをし、最後は左フックで見事に KO を決めました。足を使うこともできます。内越選手との試合の後、ノリ・ジョッキー・ジムとの再戦で6度倒され判定負けを喫した高橋選手は、1階級上のフェザー級で韓国王者パク・チョンピルと戦いました。高橋選手は強打者ばかりとのマッチメイクで、体はボロボロの状態でこの一戦に臨んだのですが、2ラウンドに早速ダウンを喫しました。その後も試合は一方的な展開になり、高橋選手は7ラウンドと9ラウンドにダウンを喫し、最後は右ストレートをまともにもらって意識を失いました。世界王者以上に人気があった逆転の貴公子は、23戦目でボクシングキャリアに終止符を打ちました。抜群のパワーと破壊力のあるパンチ力で、全日本新人王、日本王者、東洋王者となった坂本博之選手は、KO の山を築き、絶大な人気を誇りました。1階級上の日本王者、桑田選手をも破ったりもし、世界挑戦を4度行いましたが、世界のベルトには、あと一歩、届かなかったのでした。3度目の世界挑戦の坂本選手は、初回強烈な右フックを炸裂させます。
第2ラウンドに目を覚ました王者フェラノは中間距離を保ちながら長い左を突き刺していきます。右目は潰れ、左目も腫れておりますが、パンチをもらっても坂本選手は前進し、強打を振るいます。王者フェラノは断固たる執念で坂本選手のパンチに耐え、反撃します。王者フェラノは幼い頃の小児麻痺が原因で、右胸に筋肉がつかない障害を負いながらも、努力で世界チャンピオンになっただけあり、強い意志で坂本選手に立ち向かうのです。晴れがいつかストップされるんじゃないかと心配が出るんですね、だからもっと焦るんですね。なるほど。坂本選手は幼少時に両親が離婚し、極貧生活の中、児童養護施設で育ちました。そして児童養護施設で希望を抱き、世界のベルトを施設の子供たちの元に持ち帰るという強い意志の中で戦っているのです。あーっと試合終了、試合終了、テクニカルナックアウト。3人のそれぞれのジャッジが全て38対36で2ポイント坂本リード。青森県から上京し、23歳と遅いデビューだったこともあり、ジャッカル丸山選手は所属ジムからそれほど多くの期待もされず、引退を考えるほどの拳の負傷に遭いながらも、根性と努力で日本王者までたどり着いた雑草ファイターです。そして大手ジムに所属するアマチュア出身のエリートボクサーを戦前では圧倒的不利とされながらことごとく倒したことで大人気を得ました。ジャッカル選手の試合で有名なのはアマチュアエリートの糸数選手との激闘と、これまたアマチュアエリートの関選手との大激闘です。1982年11月、ジャッカル選手は日本スーパーフライ級王者の糸数勉選手に挑戦しましたが、糸数選手は高校大学とアマチュアボクシングで活躍し、55勝もの勝ち星を積み上げたアマチュアエリートボクサーでした。迎えた第4ラウンド、ジャッカル選手は右フックを被弾しダウンを喫しました。しかし回復の早いジャッカル選手は起き上がるとすぐに反撃をし、相手が倒れるまで決してやめない怒涛の連打を敢行し、日本王座を奪取しました。チャレンジャーはジュニアバンタム級の第1位でやります。糸数選手から奪った日本王座の3度目の防衛戦に、アマチュアで60勝しているこれまたアマチュアエリートの関博之選手を迎えました。両者は半年前に対戦しており、ダウンの応酬の激しい試合の末、関選手の流血のため6ラウンド TKO でジャッカル選手に外貨が上がりました。しかしこの関選手の敗戦はあくまで負傷による不運なものと多くの人は思い、
再戦すれば関選手が難なく勝利すると見られていたのです。初回ジャッカル選手はダウンを奪いましたが、すぐに反撃に遭い、ジャッカル選手が飛び込む瞬間を狙われてダウンを奪い返されました。続く第2ラウンド、ジャッカル選手は2度もダウンを奪われ絶体絶命のピンチに陥りましたが、執念で耐え反撃ののろしを上げるのです。右から左、左右がダウン、右がダウンです。王者ジャッカル選手の弱点 KO が目前に迫りましたが、そうはさせじとエリートボクサー関選手が強烈なカウンターで試合をひっくり返しました。何度も絶体絶命のピンチに陥りながら、根性と気持ちだけで戦うジャッカル選手は5ラウンドに猛反撃を敢行し、連打でダウンを奪い返し、続く第6ラウンド、終わりのないエンドリフの連打を続ける中、レフリーがこの大激闘に終止符を打ちました。